こんにちは、ミニマリストの豊永敦です。今回は、めんどくさがりこそミニマリストに向いている話っていうテーマでお話していこうかなと思います。僕先日なんですけど、ツイッターの方でこういうツイートをしました。ちょっと読み上げるんですけど、めんどくさがりだからこそ、ミニマリストになれないってよく言われますが、むしろめんどくさがりこそミニマリストに向いてますよ。物を減らせば掃除はいとも簡単になるし、服の選択肢が少なくなれば、意思決定も減らせますよね。めんどくさいと感じるからこそ、いかにやらなくて済むかを考えられる。こういったツイートですね。今回はミニマリストになりたいけど、なんか自分はめんどくさがりだからなれないわって、思ってる人に見てもらえたらいいかなと思います。で、後半のパートでは便利なものはめんどくさいっていう感情から生み出されるっていう、話をしようかなと思います。でも繰り返しなんですけど、僕の主張としてはめんどくさがりこそミニマリストに向いてますね。で、ちょっと理由としてはめんどくさがりな人ほど無駄のこととか面倒なこととかをなんかいかにやらなくて済むかっていうのは考えられるからですね。で、例えばメジャーなところで言うと、一つ目が物を少なくするなんですけど、物を少なくするのって掃除をするのがめんどくさいからですね。で、二つ目が、私服の制服化ですね。で、要は毎日同じ服を着るっていうのも、着る服を考えるのがめんどくさいからですね。で、三つ目の同じものを食べるなんですけど、これはメニューを毎日考えるのがめんどくさいからですね。で、ちょっと順番に深掘りしていくんですけど、まず一つ目の物を少なくするですね。で、多分なんですけど、ミニマリストのイメージって物が少なくて、部屋が割と整ってるからなんかすごいちゃんとしてそうみたいな感じがあると思うんですよ。だからめんどくさがりにはなんか無理そうってなんか思うと思うんですけど、なんか物を少なくしてる理由の一つって、やっぱり掃除がめんどくさいからなんですよね。で、当たり前ですけど、物が多かったら、物を移動させる、で、掃除をする、で、物を元の位置に戻すっていう工程が必要ですよね。でも物が少なかったら物を移動させる必要がほぼないんで、掃除をするだけですよね。で、僕の部屋とかもマットレスを移動させるくらいなんで、めっちゃ掃除が楽なんですよ。なんか僕もともとは掃除とか、1ヶ月に 1,2 回とかしかできなかったんですけど、今は もう2日に1回とか、3日に1回とかするようになったんですよね。で、2つ目の、毎日同じ服を着るなんですけど、毎日のようになんか今日何着ようかなって、考えるのってめんどくさいんで、僕は毎日同じ服装してますね。一応この毎日同じ白 T シャツ着てるんですけど、で、着る服に悩む時間って割と無駄やし、なんか悩んでる間になんか家を出る時間が迫れば迫るほどなんか油汗が出てくるというか、なんかそういうのも辛いんですよね。で、なんかもしかしたら前日に、いや着る服考えたらいいやんって思う人もいると思うんですけど、どちらにしろその考えるっていうことには変わりないですよね。で、それと何より毎日自分が一番好きな格好でおれるっていうのはほんまになんか気持ちがいいですね。で、3つ目の毎日同じものを食べるなんですけど、これもなんか今日のお昼何食べようかなとか、今日の夜ご飯何食べようかなとかって毎日考えるのってめんどくさいし、めっちゃ疲れないですかね。なんか僕の母親がよくメニュー決めるのめんどくさいわってめっちゃ言ってたんですけど、なんか今になってはなんかそれがめっちゃわかりますね。だから僕は割と食べるメニューって決めてて、朝は空心菜炒め で夜はガパオライスを食べてるって感じですね。で、あと僕がメニューを決めてる一番の理由って、とにかく時間を生み出すためなんですよね。だから時間をそこまで生み出す必要がないのであれば、メニューを完全に固定とかはせず、ローテーションを決めるとかでもいいんかなと思います。というわけで繰り返しなんですけど、めんどくさがりほどミニマリストに向いてるかなと思います。めんどくさいことに敏感じゃないと、いかにやらなくて済むかっていうのは考えないですからね。で、ここから後半のパートに入るんですけど、便利なものはめんどくさいっていう感情から生み出されてますね。で、こちらのツイートちょっと見ていただきたいんですけど、ちょっと読み上げます。サボりたいという気持ちは、便利なものを生み出しますね。サボりたいという気持ちから、やらなくても済む方法はないかなと考え、便利なものが生み出されるといった感じで、LINE、Kindle、ルンバ、食洗機などはサボれるが共通してますよね。サボらせてくれるテクノロジーに感謝です。このツイートの通りで、めんどくさいとかサボりたいっていう気持ちから便利なものが生み出されてると思うんですよね。掃除をめんどくさいと思ってなかったら、ロボットに掃除させたら良くないって、普通思わないですよね。で、ちなみになんかサボりたいっていう感情から生み出されたものっていろいろあるんですけど、例えば、LINE ですね。LINE やったらその連絡先の管理をサボれる。で、Kindle、Kindle は本の持ち運びをサボれるですね。で、食洗機。で、食洗機は食器洗いをサボれるですね。で、もうロボット掃除機は掃除をサボれる。
で全自動洗濯機なんですけど、まあ、これはあの洗濯物を干すのをサボれるですね、まあ、こういった感じで、まあ、どれもサボれるっていうのがまあ共通してますよね、まあ、だからあのなんかあの便利なものを発明した人って、まあ、多分めんどくさがりなんかなと思います。というわけでミニマリストが広まったのもあの間違いなくテクノロジーの発達があってこそやと思うんで、あの生み出してくれた人に感謝ですね。というかスマホが生み出されてなかったら、まあ、多分ミニマリストなんてあのほぼいないですからね。まあそういう感じであの動画の方は以上なんですけど、あの僕普段 Twitter とかブログの方であのミニマリストのライフスタイルとか考え方について発信してるんで、そちらの方もぜひチェックしてみてください。この動画がちょっとでも参考になったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、あと Twitter のフォローまでしてもらえたら嬉しいです。そんな感じで終わりにしておきます。ありがとうございます。